それじゃあね、問題見てみましょう。増殖している多数の細胞に放射性チミジンを与えてすぐに洗浄しました。で、5時間後、標識された M 期の細胞が観察され始め、8時間後には全ての M 期の細胞が標識されました。 M 期っていうのは分裂期の別名ですね。括弧1番 G2 期の長さはいくらですか、括弧2番 M 期の長さはいくらですか。じゃあね、まずこの問題の、初めの前提として、本当は丁寧な問題だったら書いてくれること多いんだけど、書かれないこともあるんだけど、こんな風に書かれないこともあるんだけど、ある前提があって、この多数の細胞たちって同調分裂してない。つまり、みんな S 期の細胞とか、みんな、分裂期前期の細胞とか、そういうことはしてない。それぞれの細胞が、いろんな時期にいるっていう、まず前提があります。本当はね、しっかりしたね、丁寧な問題だったら、ただし、この細胞たちは、同調分裂してませんって、みんな S 期とかみんな G2 期ってことではありませんよって、ランダムに非同調的に分裂してますよって書いてくれるんだけど、書かれない場合も、そういろんな時期にいるんだなって自分で判断します。細胞周期って S 期と S 期、DNA 合成期 S 期で、分裂準備期G2 期、分裂期 M 期で、DNA 合成準備期 G1 期、こんな風にね、4つの時期が、細胞周期にはあります。ほんで、それぞれにね、僕たち S 期の細胞とか、僕たち G2 期の細胞とかで、僕たち M 期の細胞とかね、私たちは G1 期ですよとか、それぞれの時期にね、細胞が、それぞれの時期の細胞があるっていうふうに、前提が、そんな前提があります。今ね、適当に書いたけどね、これ数とかね、全然、適当です。この問題文の初めの条件では、S 期の細胞が何個とか全然わかんないんで、適当に数書いてあります。では、問題見てみると、増殖している多数の細胞に放射性チミジンを与え、このね、チミジンっていうのはチミンっていう、DNA の中に入ってる塩基プラスデオキシリボースがつながったもんです。だからこれ、チミジンって DNA の材料です。しかも今回使ってるチミジンは放射性のチミジン、つまり、放射線を出して、放射線を出すものってね、僕たちね、適切な実験器具使えば追跡できるんですよ。だから放射線を出すチミジン使うと、このチミジンを取り込んだ細胞がどれだか俺たち一目瞭然で分かるんですよ。で、こんな風に、標識に使われる放射性チミジン、こんな放射性チミジンを与えました。そしたらね、じゃあ放射線を出すチミジン、放射性のチミジンを与えて、で、細胞たちって DNA を持ってるから、で、チミジンっていうのは DNA の材料だから全部標識されると思っちゃいけない。なんでかっていうと、こうね、 S 期だけなんですよ、 DNA 合成してんのって。だって S 期って DNA 合成期じゃないですか。だから S 期の細胞たちがこのチミジンを取り込むことができるんですよ。だから放射性チミジン与えると、どの細胞が標識されるかっていうと、 S 期の細胞しか標識されないんですよ。 S 期にいる細胞しかチミジン、放射性のチミジンを与えても標識されないんですよ。で、こっから問題がスタートしていくわけです。じゃあ続き見てみましょう。